ひょっとしてかもしれないという意味を持つともすれば、この番組はタイトルの通り、開けてみるまでどうなるかわからない、成り行きに身を任せたフリーダムなトーク番組です。始まりました、ともすれば。5月、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、先月4月は近藤優衣さんをゲストにお迎えして、推しの話になった時に激アツだったことを覚えているんですが、皆様楽しんでいただけましたでしょうか。本日諸事情あって、私人生初めてのカラコンをしておりますまだちょっと多分慣れない感じのお顔の状態なんですが、今月はこれでお届けしますよ。よろしくお願いします。そんな今月はこの方をゲストにお迎えします。早速来ていただきましょう。ゲストの相澤さやさんです。はい、相澤さやと申します。よろしくお願いします。お願いします。やった、嬉しい。嬉しい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんか、ちゃんと話したことが、なんかこう、はい、なんだろう、リハーサルの前後とかで会えた時にちょっと話したくらいで、そう。ね、実はちゃんとまだ、ちょっとしか話したことがなくて、うん、でも、初対面の時に、タメ口でいいよとか、すごい優しくしてくれた記憶がすっごいあるから、いやぜひ。いや、今回呼んでもらえたのがすごく嬉しくて、楽しみで今日は参りました。まだ敬語。まだ敬語。気を抜くと敬語になってしまう我々。でも、タメ口で。行こう。まじまんじって感じ。いや、もうね、このキャラ感がね、もう前々から私は気になってしょうがなかった。ね、気になってた。そう、気になっている存在だったのでね、今日はいろいろ深掘りしていきたいなと。掘り下げてください。思います。そういうこと。はい。毎回このコーナーでは私がこのスケッチブックに、はい、主に事務所さんのプロフィールを参考に、はい、あのゲストさんのプロフィールをまとめておりますので、まずは見ていただきましょう。こちら、デデドン、デデドン、デデドン、すごい可愛く描いていただいた。え、似たと思う顔面、嬉しい。これ潜在写真にしたいぐらいさなんか、すごい、なんか可愛いなんか私の中ですごいこのイメージ、なんかちょっと垂れ眉、困り眉で、垂れ目でふわってして、ちょっと毛先巻いて、わあ嬉しい、みたいなイメージをしております。似たと思うということで、相澤さやさん、はい、あだ名はサーヤンということで、私もサーヤン呼びをすると前に会った時に、はい、誓ってくれました。からサーヤンと呼んでいきたい、はい、そして9月9日生まれ、秋生まれなんだね。そうです、私も秋生まれ。99、あ、お揃いの秋、お揃いの秋。そしてちょっとね、資格めちゃめちゃいっぱいあったと思って、はい、それ学校で撮ってたパターン、高校で撮ってました。簿記とか、はい、確定申告の役に立ちそうみたいな。役に立ってる、ね、だよね、やっぱ立ってる。自分で入力パパパってできちゃうから。事務所のプロフィールに書いてないんですけど、電卓とかもなんか限定持ってて、だからすごい。そういうの学校で撮らせてくれる環境、社会に出てめっちゃ大事って最近思うそして趣味ね、モデルハウスに行くこと、はい、これは何者？大好き。え初めて聞く趣味だと思って。え、お家の？そう、あのモデルハウスっていうなんか、うん、一軒家の展示会みたいな、うん、あるね。主に家を買うためにそうだよね、やつ、新築の家の空間、うんうん、あの家具の完璧な配置、綺麗な完璧な家、理想の家、そう、なんか人類の理想が詰まったハウスがすごい好きで、その空間見るだけでも幸せで、うんうん、え、初めて行ったのはいつ？多分もう本当に初めて行ったのは幼少期とかで、うん、家族と一緒に行ってとか、ついてって、うん、なんて素敵なところなんだって思ってで、自分がなんか制服着てる時代とかに、うんうん、なんか実は将来建築系のあの職業に就きたくてみたいな嘘ついて、嘘ついてで、なるほど、で見学しに行ったりとかしてましたね。確かに、だって明らか買わないのに行くの結構チャレンジだもんね。なんか逆に今行くのがなんかちょっと抵抗感が
もはや出てきちゃって、もはや家買うのかなみたいな買う人にならないと言っちゃダメかな。確かに行ったことない私。あ、行きましょう、マイホーム。マイホーム買いに。夢のマイホーム見に。確かに、なんか街中に確かにあるけど、入ったことなかったと思って。楽しい。楽しいんだ。大好き。ちょっとね、面白だなと思いましたわ、これは。子供部屋が好きです。あ、子供部屋、絶対可愛いね。もう二段ベッドとか、はいはい、ぬいぐるみとかいっぱい置いてあったりとかするのが、うわ、すごい好きで。なんかすごい照明、かわいい照明みたいな。そうなんか好き、星みたいな。そうなんかね、星の照明とかも勉強机が小さくてかわいいみたいな。あー、なるほど。これぐらいでもう十分のやつ。これぐらいで大きいみたいなね。ボーイガールたちが住んでる。ボーイガールたちがと思う。なるほどね。思われる家。夢広がる。もうマイホーム買うより他人の家を見てたい、うん、一生。でもそっか、もう一個って買っちゃったらそこから広がんないもんね。そう、むしろ可能性をいっぱい見ていく方が楽しい。楽しい。はい。そして特技もね、これソフトクリームを巻くこと。はい、特技です。え、バイトしてたみたいな。そう。あ、蕎麦屋でバイトをしてて、蕎麦屋でバイトをしてて、うん、私が蕎麦屋の ホール担当で、うんうんうん、なんかデザートも担当しなきゃいけなくて、そのホールが。あ、なるほど。だからいろんなものに巻いてました、蕎麦屋なので。なんか、うん、いろんなものに皿、ただの皿とか、うんうんうん、あん、もうデコボコしてるあんみつの上とか。あ、なるほど。いろんな修行をしてました。確かにあんみつの上に綺麗にこう巻いてっていうのは技術がいりそう。結構なんかもう1年ぐらいはかけて上達していきました。なるほどね。あ、それは特技だわ、確かに。どんな険しい道でも私はソフトクリームを巻けます。そこに、そこに、たとえ茨であろうと。はい。私本当、あの、出会う前からツイッターでなんかちょこちょこ流れてくるツイートを見ていたの。そんな、何が流れてきてるんですか？キャラ濃いツイート。ほう。なんかね、このビジュアルのこの感じ可愛らしくて、なんかすごい、あ、お嬢様っぽいみたいな。おなんかすごい可愛らしい方なんだなってか、なんか勝手なイメージ、いや、そのイメージは変わってないんだけれど、なんかその写真とで声も結構可愛い、ふわっとした声をしてらっしゃるから、ありがとう。急に全然違うキャラ出てきた。ありがとう。なんかもうその感じで想像していたツイッターとちょっと違った。ちょっと違った。ちょっと違うものが流れてきて、ほう、なんかちょっと違うかもしれないって思って、この人は一体どういう人なんだろうってずっと気になっていた。あ、気になってくれてたんですね、うん、逆に。なんかこう、ちょっと関わらないでおこうじゃなくて。よかったよかった。めっちゃ気になる存在じゃんと思って生きていました。よかった、こうやってなんか対面できて、対面できて。私がそのツイッターをやるのに告知メインになっちゃうというか、で告知以外の日常ツイートあんまりしない系声優、うん、人間系声優。マネージャーさんが全部管理してくれてたのもあって、うんうんうん、なんかこうマネージャーさんに怒るの気恥ずかしいなみたいな、うんうん、でも私も全部事務所管理でツイッターが。そうだよね。だから当時のマネージャーさんとかにツイートチェックお願いしますって送って、うん、これなんか面白くないかもしれないみたいな。厳しめ。話題にも厳しめな。なんかもうちょっとなんか敬語を使いなさいとか。あ、なるほど、 なるほどみたいな。そんな感じで、そういうチェックをくぐり抜けて、くぐり抜けた者たちをツイートしてました。なるほど。そう、選ばれし者だった。選ばれし者たちを。最近全然私も告知メインになっちゃって、うん、なんかかつてのようには、かつてのなんか10代のやりたい放題な私は去っていきました。そっか、10代だったのもあるのか。もうやりたい放題やってましたね、あの頃は。怖いもの知らずで。私この最後なんか毎回キャッチフレーズみたいなの書くんだけど、今回はスタイル良すぎてびっくりしたゆるふわ美女って書いたんですけど。え、嬉しい。なんだこれ、なんだこれって。いや、本当になんかそのなんだろう、お顔立ちと声の感じで私勝手にもうちょっと小柄な人をイメージしてて。ああ、よく言われますね。だから初めて会った時にすっごいスラッとした美女が来たと思ってびっくりして。
あ、これが相沢さやさんと思って。嬉しい。そう、ずっと私幼稚園生ぐらいから身長が高くって、うん、あ、ずっと高身長なの。結構コンプレックスで周りより大きいっていうのが、結構女性声優さんってみんなちっちゃくて可愛いみたいな方多いじゃないですか。わかる。私も160あるタイプの人間だから。あ、そうなんですね。なんか声優、女性声優界にこう並ぶとちょっと1個頭ヒュって。でもだからね、今日の洋服とかは新鮮な感じ、なんかもっとふわ可愛らしいみたいな、なんかお洋服着てるイメージがすごい強かったから。そう、私もなんかこういうの普段着ないからすっごいソワソワしてる、でもめっちゃ似合ってる嬉しい。なんかこういうタイプでもありなんだなみたいな、すごい鏡に映る誰みたいなすごいすごい幸運私の名を知らしめたい。仕事で行けたらいいね。ともすればのロケット。チャンネル登録